菅官房長官は記者会見で、接触しなかったと述べられましたで、総理ね、お聞きしたいのは、接触といってももちろんいろんな形が私はあり得ると思います、しかしなぜこう接触しないという対応になったのか、ご説明いいたただきたい菅官房長官。<laughs> まさにテロ集団ですから、接触できるような、そういう状況ではなかったんです。 ですから政府としては様々、さまざまなこのルートを構築してですよ、とにかく最も効果的な方法、ありとあらゆることを関係各国、あるいはあのー、宗教のです、ね、方とか、あるいは部族長だとか、ありとあらゆることの中で、それは対応を取ってきたということであります。 小池晃君直接対応に当たってたのは政府です。やはりこの間、一体どういうことをやってきたのか、やはり私はありとあらゆる努力を尽くしていれば、この1月20日以降だって、もっと対応がね、変わっていた可能性があるんではないか、そういう指摘もあるわけです、現実には。委員長に申し上げますが、この人質拘束事件に対する対応について、詳細な資料提供を委員会として求めていただきたい。報告理事会議で協議いたします 小池晃君さらに2人の拘束の事実を知りながら、首相が中東訪問で取った言動、特に1月17日のエジプトでの演説内容について聞きます。総理は1月17日のエジプトでのスピーチで、イラク、シリア、そしてトルコ、レバノンへの支援は、イスラム国がもたらす脅威を少しでも食い止めるためと述べて、このパネルにあるような表明をし,たしました。地道な人材開発インフラ整備を含めアイスルと戦う周辺諸国に 総額で2億ドル程度支援を約束しますでこのフレーズの中には、非軍事の人道支援だという表現はございませんで。湯川さん、後藤さんがイスラム国に拘束されていると知っていながら、こういう演説をやれば、2人の日本人に危険が及ぶかもしれないと、この認識が、この一点聞いてるのは、そういう認識は総理にあったのか、なかったのか、お答えください安倍内閣総理大臣。えまず、認識をしなければいけないことは、まあ、今やすべての 国がこうしたテロの危険にささられているわけでありますシリアにおける法人の殺害事件もそうでありますが、パリにおける新聞社襲撃事件もそうであります。そこで、ことの本質をしっかりと見ていかなければいけないと思います。それは、テロのリスクをいかに低くしていくかということであります。 テロを恐れるあまり、その脅かしに屈するような態度を取れば、テロには効果があったと、テロリストがそう考え、さらにまた日本人、法人のみが危険になるという新たなリスクが発生してくるわけであります。大切なことは、まさにこうした過激主義、愛するの拡大を防ぎ、そして最終的にはです、ね、彼らの動きが止まり、非武装化していく。 今小池さんがおっしゃった状況に持ち込んでいくことが大切、でもそれはそう簡単なことではなくて、最前線で難民も受け入れ、頑張っている周辺国をしっかりと支えていくことであろうと、その国々ぐりに全体を示すのは当然のことであろうと、こう思うわけでありますし、私どもが示してきた支援、ひたすらいわば日本は非軍事的な支援を行ってきたところでございまして。 そのためにしっかりと、まさに中東においてメッセージを出すことこそ、そうした方向に向かう日本の役割、責任ではないかと、このように考えたところでございます小池晃君。私が聞いたのは、危険になるという認識があって、スピーチをしたのかという一点を聞いてるんですね。テロに屈するということと、慎重に言葉を選ぶということは、私は違うと思います。 ぜひですね、そのことは、総理はこのスピーチをどういう認識で、これ、危険を与える可能性があったんではないかと、私の質問に正面から答えていただいただきい安倍内閣総理大臣。もうすでにお答えをしているように、しっかりとした全体の意を表明する、そして私たちは過激主義と戦う、いわばイスラムの国々を、アルブの国々をしっかりと支援をしていくという表明をする。 それが極めて重要であろうとこのように思うわけであります、えー、いたずらに刺激をするそれは避けなければいけませんが同時にテロリストに過度な聞くばれをする必要は私は全くないんだろうとこのように思いますしこれは今後とも不動の姿勢であります小池晃君私は過度な聞くばれをしろなどと言っていませんで,で、テロは許さないということは明確に言っております ただ言葉は慎重に、総理の言葉を重いわけですよ、そのことを踏まえて行動して、されたのかということを検証しているわけです。で、実際に総理は、殺害予告が出された後の20日のイスラエルの内外記者会見では、こう言ってます、我が国がこのたび発表した2億ドルの支援は、地域で家をなくしたり、避難民となっている人たちを救うため、食料や医療サービスを提供するための人道支援です。まさに避難民の方々にとって最も必要とされている支援であると考え 言い方変わってますよでこれはね、やはり総理もエジプトで行ったスピーチが、拘束された日本人にとって危険をもたらすものであるというふうに考えたからなんじゃないですか、だかそこをせ正確にお,かお答えいただきたい安倍内閣総理大臣。小池さんのご質問は、まるで、えー、愛するに対してですね、批判をしてはならないような印象をわれわれは受けるわけでありまして、それはまさに。

じゃあ小池晃、えー、君、もう一回ちょっと質問後藤健治さんは生前こう述べておられました、テロとの戦い、対テ,テロ戦争、この言葉の裏でどれだけ人の命が奪われてきたのかと、私はね、テロと断固戦う、テロに屈しない、その一言で、さまざまな懸念や批判に耳を貸さないという態度でいいんですかと、総理に、ね、問うてるわけですよ。 批判するなと,と言ってませんしかし、こういうね、日本人が拘束されているというもとで、十分な上にも十分な慎重な物言いが必要だったんではないか、その点でエジプトでのスピーチは果たして妥当なものだったのか、そのことを指摘しているわけですで。総理は、総理はですね、昨のの委員会でもこう言っています、さまざまな観点を総合的に判断して訪問を決め、そこから世界に発信することを決断した、テロリストの意思をいちいち忖度して、それに屈してはならないと。 で忖度しろなんて私言ってるわけじゃないしかし慎重な発言が必要だったと思うしかしこの答弁に照らせば結局危険性は認識していたとしかしテロに屈しないという姿勢を示すためにあえて発信したとそういうことですねそのことは認めていただきたい安倍内閣総理大臣まあまさに私が言った忖度というのはですね、テロリストの意図に、えー、を考えその意図に沿わないことは やらないということはしないといいいいととととううここはしでございますそれがまさに私たちが今、試されていることではないでしょうか。ここここに至った中においてです、ね、彼らを例えば刺激しないように、あるいは彼らの意図に反しないように、世界がそう思うことになってしまっては、まさにテロが世界で横行する、そういう事実を生み出してしまう、決してそんな世界にしてはならないと。 我々はそう思う思わけでございます今こそ世界の国々と、世界の国々においてもさまざまなテロが発生しています、しかし、多くの国々はテロに屈しずに連帯をしながら、しっかりとこの過激主義の動きを止めなければならないと、こう決意をしなければならないと私は信じております小池晃君。だから私の、ね、質問に答えてない、あのね、そんなことは私は言ってるんじゃないんですね。 で総理のエジプトでの演説について、これはやはり、これは、まあ、あの危険、実際に何もない状況であればですよ、しかし拘束されているわけですよ、そういう事態の中で、こういう発言することがどういうことをもたらすのかということをちゃんと考えて発言されたんですかと、そういう危険性があえてあると知りながら発言されたんならそうだというふうにお答えいただきたい、そうなんですか。安倍内閣総理大臣まあこれはあの 何度もお話をさせていただいておりますが、ま,あ、まさにわれわれはこのテロの危険の中にいるわけであります。しかし、テロには決して屈してはならない、そういう中にあえて、われわれはどういうメッセージを出すべきか、それをしっかりと議論した上えで、回路においてこのメッセージを発出したわけでございまして、これは現地、エジプトをはじめ、多くの国々から称賛されたわけでありまして、日本のこうした支援を管理する。 あるいはヨルダンをはじめ、多くの避難民を受け入れている国々、これは大変な負担を背負っているわけでありますが、そういう国々を決して孤立化させてはならない、そういう意味において、大きな私は評価を得たものだと思っております小池晃君。まああの正面からお答えいただけないんですが、しかし、やはり今の発言を聞いても、やっぱり危険性があるというふうなことを認識していたということは否定はされないわけですね。 私はやはり本当にこれは、果たしてこの発言というのは妥当なものだったのかということは、本当に冷静に検証が必要だということを申し上げたいと思います。それから、その後、総理はです、ね、イスラエルを訪問しています。イスラエルというのは、昨年夏だけでも2000人以上の犠牲者を出したガザへの攻撃を行い、国際的な批判を浴び、最大の貿易相手だった EU からも経済制裁が強められ、アメリカのオマ政権すら、 距離を置き始めている、そういう政権。3月に総選挙を迎えるネタニヤフ首相にとってみれば、安倍首相の訪問と支援の表明は心強いものだったと私は思います。しかも単なる経済協力ではないわけです。日本はステルス戦闘機 F35 の国際共同生産に参加しておりますが、イスラエルは同期の購入を決めています。国際紛争の助長につながることも懸念されています。 そして実際、19日のネタニヤフ首相との会談後の共同プレスリリースでは、今後の協力課題の筆頭に、両国の防衛関係者の交流促進が掲げられております。首相はですね、日本人の拘束という事実を知りながら、こういう行動を行ったということになるわけです、事実としてで。つい最近も殺戮を行って批判を浴びているイスラエルと軍事協力をし、そのイスラエルの首相と肩を並べてテロと戦うと述べることが、 中東諸国の人々にどう受け止められるのか、そのことを総理は考慮したんでしょうか、そのことが拘束された日本人を危機にさらす可能性を総理は考慮しなかったんでしょうか。安倍内閣総理大臣。今の小家さんの考え方は私は全く間違っていると思います。ままずアラブの国国々々私私は訪問しししておりりすそうした国々もしっかりと私が アラブと関係イスラエルと関係を持ち、イスラエルに対してアラブの考え方を伝える、これはむしろアラブの国々が望んでいることでありますし、えー、訪問いたしましたエジプトにおいても、ヨルダンにおいても、あるいはパレスチナにおいても、私がネタニヤフ首相と会談をし、言うべきことを言い、そして中東和平に向けて進んでいくことを促したことに対して、評価されているわけでございます。 ご存じかどうか分かりませんが、平和と繁栄の変える構想を私たちは進めています。ジェルコに農産加工団地をつくり、そして地域、パレスチナの人々の生活を豊かにしていく、豊かにしていくことはこれは中東、あるいは中東和平に大きく資すると考えているわけでありますが、そのためには、これはイスラエル側の協力も必要です。これはヨルダンとパレスチナとイスラエルと日本の共同作業であります。 これを進めていく、まあ、これはもう第1安倍政権のときから続けている作業でありますが、これを進めていく上においても、さらなる一層のイスラエルの協力も必要であり、そのことも、これは具体的にお願いをしなければならなかったのは事実であろうと、こう考えております。す、ま、べ、あ、ての中東諸国とバランスの取れた関係強化を図ることが、我が国の中東外交のこれは基本方針であるということは申し上げておきたいと思います。 もちろんネタニヤフ首相に対しましては、入職はこれ、国際法の違反であるから直ちにやめるように、そして双方が,ですね双方が事態をエスカレートすることのないように、気をつけるようにということももちろん申し上げておりますし、国家解決に向けて進んでいくように、それが日本の立場であるということも申し上げているわけであります。 日本にしかできない外交をしっかりとやっていく、そしてこれは決してです、ね、今、えー、私がイスラエルを訪問したことに対して、アラブの国々から批判されるものではない、むしろ、えー、私は評価をいただいていると、まあ、このように思うところでございます小池晃君。あの今のイスラエル政府が世界からどう見られているのかということを、もっと大局的に見るべきだというふうに思いますね。 でかつての日本の外交というのは、もっとバランスの取れたこの地域においては、独自の役割を私は果たしてたんではないかとで、そこをね、もう一度踏まえた対応が必要だというふうに申し上げたいと思います。後藤健治さんは、紛争地域の取材を続けながら、子どもたちの命の、そして人権の大切さを訴えるメッセージを送り続けています。ブログでは、小さな心と体に背負いきれないほどの大きな重荷を背負わせてしまう、それが戦争だと。 書き込んでいますでそれを無残に打ち砕いたイスラム国の蛮行に心からの怒りが湧いてまいります、これは本当に許すことできませんで。同時に、今、日本人が海外で本当に大きく活躍している中で、こういったことが二度と起こらないように、2人の日本人が拘束されてから今日に至るまで、政府が取ってきた対応をです、ね、検証するのが国会の役割であり、その疑問に真摯に正面から答えるのが政府の責任だと。 でそれがまさに2人の胸に応える我々の責任だというふうに思います。あの引き続きそのために力を尽くすことをあの表明をしたいというふうに思いますえ。次のテーマに入ります。安心できる社会保障、国民の最大の願いであります。中でも高齢化が進む中で、介護保険の将来は重要な課題になっています。